Hey guys, good morning. なんかあちこち痛い。バキバキだわ今日。松本ステーション。さっき電車で移動してる時、ちょっと雪ちらついてましたね。It was snowing.結構栄えてんな、松本。I'm heading to the castle. 雪がまだちょっと残ってんの。ね、すげえ静かな街。でもなんか建物はいっぱいあるね。車もいっぱいある。昨日いたところよりは栄えてる。あともうちょいで着くね。 I'm gonna arrive soon。 結構な住宅街のところにあるんだね。アディフおはよう。なんで今使った。なんで今使った。It's still frozen. 結構コンパクトだね、このお城。すっげー緑。なんか電車少なすぎて、なんか時間管理めっちゃ大変だな。朝も1本逃して40分待ちとかだったんで。魚。え、あーデフ、いよいよ、わおわお、いいね。松本キャッソー、 It's a national treasure。 The weather says today was cloudy, but I can see the sun. It's so good. I'm so lucky.大人一人で。
So many bars. Yeah. There is the top of castle. Maybe there is warm. Let's go into the castle.あ、大丈夫ですか。大丈夫です。どうぞ、ゲストで見せてください。階段だけちょっと撮影がダメなので、階段の撮影だけ撮らないようにしてください。階段だけ撮ってもらって大丈夫です。はい、階段だけ、はい、こんにちは、チケットありがとうございます。見えますか。はい、これ作るものです。あ、こちらで服を脱いでからね、お会いください。はい、どうぞ、いらっしゃいませ。こちらどうぞ。え、ここで脱いでください。You need to bring your shoes because the entrance is not exit place. Exit place is different. Numbers are how many bullets? 1, 2, 3, 4, 5, 10. 10 is over. That's an American style, Western style bullet case.Looks so cool. So beautiful, bro. Sandwiches with fried fishes.はい、すみません。はい、お待たせしました。ではね、向こうの方で買い物をします。次に工場を選んでいます。松本城長野に来ました。見て。
また今通勤中ですか。なんだろう、首里城どうなったんだろうね。焼けたよね。島原城かっけえな、シンプルに。上田城もかっこいい、なんかモダンな感じ。熊本城もかっこいいな、でけえな熊本城。Where I'm going? なんかちょっとチルいストリートがあるからそこ行ってみようかな。まあ松本って言ったら埼玉で言うと大宮って感じなのかな。普通に今日は青空じゃん。今日曇りもしくは雪だったんですけど、めちゃくちゃいい天気じゃん。あ、でもそこら辺チルいな。峠あんのかな。山梨弁はなんか、まあ、デコイが言ってたから合ってるか分かんないけど、ありがとうゴイスとか言って本当かよありがとうゴイスってなんだよそう、ありがとうゴイスってちるいな、ここ。どの店にもさ、撮影禁止って書いてあるわ。もう撮影されすぎてうんざりなんだろうね。結構立派じゃないこの神社。夜柱神社かっこよくね。天照大御神すげえ、意外と続いてんな。電車確認中。あ、でもなんかいい時間かもしんない、歩いてったら。駅前やばくない？めちゃくちゃ栄えてない？ほら、なんかもうわけわかんないのあるし。メディアガーデン。すごいよ、松本。今から合流。マジ、休んだんすか？じゃあ、長野来てください。7時間後。東京からどのくらいかかんだ ?7 時間ぐらい7時間移動で椅子で移動で休み終わって、草だね。しかもた往復だけで1万超えそうだし。なんかでも田舎なのに都会でびっくりしたランキングは石川県金沢駅周辺ですね。今回の旅また行くかもしれない。なんかすごい好きなんですね、街が。超綺麗。雰囲気若干大宮駅周辺っぽい。人はいないねチラ見ありがとうございます。そっちは雪降ってますか？え、六市大宮わかる？なんか広告のセンスがやばくない？松本ハイボールバー、うまそう。松本駅3時8分。東京帰るの多分10日ですね。まあ、大体1日4000円ぐらいの安めの宿に泊まって、土曜日あたりちょっといい宿泊まろうかな。土曜日か日曜日、
高いかな。あ、そこやば、マウントレーニアみたいな感じになってる。ビールマジで邪魔な。うまく見えないな。岐阜行ったことないから岐阜行こうかなみたいな。岐阜のゲロ温泉。ゼロ番線がある。ゼロ番線って初めて見るんだけど。何もなくね。暗っ。やばい。思ってたより暗いんだけど。あ、やばい。氷だわ。うわ、やば。パウダースノーだ。パウダースノー。いや、冷たいマジで。ソーリーシッ。I don't know where I need to go.寒い。このさ、雪踏む音好きなんだけど。Do you like the sound when you step on the snow? My Wi-Fi is so low. I can't see map. So I don't know where I should go.これ歩道ないんじゃない？危なくね？あ、ベーコン用に撮っとくか。月が見えるぞ、ベーコン。あ、すげえ雪の山。わっ、な。Gotta be girl, watch out. I really need to concentrate. なんかね、全然滑んない氷とね、めっちゃ滑る氷や。ねえ、ちょっとこれ見て、相談してないんだけどさ、箱根の時と一緒だよね。結構歩くかもしんないみたいな。これやばくない？どこ？Yeah, yeah. Amazon looks exactly like the movie. Yeah, Takuzo's Journey 2022. Oh, what the fuck? ところどころ凍ってるからさ、これマジ焦げたらさ、機材やべえ。危ねえ。でも早く宿行きたいけど、みんなこういうの見たいっしょ。こういうの好きっしょ。 Do you like this? これ絶対写真撮った方がいいな。凍ってる。階段は気をつけないとね、マジで。体勢絶対崩すわ。幽霊出そう。でもびっくりした。聞こえました？大丈夫ですか？
こういうのね、こういうの全部落としたくなる。あね、かわいいっすよね。どんだけ耐えれるんだろうね。てかこのさ、あの何あの限界で、限界まで突破しない、あれベイマックスみたいになってない、これこの丸みかわいいな。あれなんで垂れないんだろうね。ここさ、なんか山梨で見た時より空がめちゃくちゃ暗いわ。I'm gonna, I'm heading to the Shibu Onsen. Actually, I'm in the Shibu Onsen now. 誰も出ないでしょ。ダイブしたいけど、今デバイス保護してないからちょっと怖いです。機械を置いてダイブしろということですか。すごいな。ね、めちゃくちゃいいね。That's so nice。ダイブみたい。ダイブどこでやんの？ダイブできる場所なくない？あったわ。ここにあったわ、ダイブできそうな場所。でも。一回だけっすよ。ダイブしたことなかったから、したかったのかな？したかったのかな？したくはない。何それ？待つわ。何？めっちゃやばいんだけど、見てこれ、これやばくない？スクリーンショットお願いします。やばっちゃいました。しまった。手がやば。手がめちゃくちゃ痛い。しかも誰かこれ雪にしょんべんしてるし、マジでさ、いやマジこいつどっから来たって、そうになってるわ。めちゃくちゃスノーついてる。見てこれやばくない？これ何マジ。これやばいって。ちょっと待って待って、叫びすぎた。何の絵文字？クリップありがとう。
すげえ TTS になってんだ。ありがとう。ハハマジで霜でコーティングされてんだけど、やばい、これこれからチェックインなのに超気まずいんだけど、お客さんどっから来ましたみたいな。でブーツの中雪めっちゃ入ってるし。ゴッドライク手がやばい、東証一歩手前みたい。手がやばい。しかも7時とか誰も歩いてないのに、こいつマジどっから来たんだよって。いやマジ服着頭までかぶってるからな、こいつダイブしたなってなってる、なるよね。手がかじかんでポケットが開けらんない。いやいや、そろそろ宿に行きたい。ところどころマジでさ、黄色い雪があるんだよね。絶対おしっこだよねこれね。え、うわ、何言ってんの。なんか今すごいわけわかんない TTS 紛れ込んでたね。見て見てこれ、あ、やばい、これだよ。 This is what I wanted to see wanted to see。 足の踏み込みがやばい。あ、超いいじゃん。 Well, here's a 渋温泉 town。 Great view, right?大丈夫。わあ、It looks so pretty, you know. Can you see the red one? Red one. なんか湯気立ってる、これ温泉かな。ははアップロードするよ。ここ綺麗だね。なんかさ、もう全部絵になるね。え、ね、見てみて、これ全部下氷。Will you upload this stream to YouTube? Yes, yes. ね、なんかね、多分温泉の、ウォーターフォールオブ温泉。多分湯気が見えたから。なんか雪やっぱ全然見ないから、関東じゃはしゃじゃいますね。バス走ってるやないかい。この雪さ、マジでへばりついて取れないんだけど。何この雪。いや、夕食まだなんだよね。 Not yet。 絶対嫌でしょ。 They will be like what the heck。 Ah, so pretty river. Can you see this?So I'm using very good mic, so you can enjoy the sound ASMR. ビットレート見てみますね。びっくりマーク B でビットレート見れるんですけど、うわ超プリティじゃん。めちゃくちゃ好きなんだけど、これやば。
情緒マックスなんだけど。壊れたのかな。一回調整してみますね。Oh, really appreciate. Very welcome. I'm happy to see you. Wow. That's so great. Oh, I like this mood. すごい。あれ落ちてくるんじゃない？You should be careful。大丈夫です。かわいい、この道。Today's hotel is here. ちょっとミュートにしますね。It's a... I'm gonna check in. じゃあ行ってみてください。あ、すごいですね。鍵で全部。この鍵でどこでも入れます。で、うちは4マイルの場所はここになります。あ、はい、でこの外湯は夜は10時までになりまして、朝は6時からまたできますから、お使いになっている。あ、はい、でうちのお風呂は地下に男女別のお風呂があります。手がごゆっくりで。ありがとうございます。声の聞こえ方えぐいね。おお、いいね。こたついいね。めちゃくちゃいいね。しかもさ、ストーブ入れててくれてるし、助かります。見えますか？セクシーな演出ね。僕の左ポケットに何か入ってたと思いますか？僕の左ポケットには、リステリンが入ってました。あ、違う。だから、今日ホテル出るときに、これ、無料で差し上げてますって言われて、え、無料ですかつってもらっちゃった。マジこのポケットの匂いリステリンになっちゃったわ。超くせえよ。これ最高にチルい配信じゃん。ここ、こたつ置いてあってさ、やっぱ曇るね。僕の好きなやつ、披露宴。おいしい。特に何も言えないね。あぶね。でもこれこたつに足突っ込んだらもう僕出れなくなりそうな気がする。あ、もっと眠くなる音を発見しました。これ、この音やばい。この音めちゃくちゃ眠くなると思う。え、これ音聞こえますか？ストーブの。ストーブの音やばくない？あ、ていうかね、ここあのスノーモンキーパークっていうのがあって、あの写真で見たことあると思うんですけど、猿が温泉に入る場所が近いんですよね。
はい、縄張り確保完了です。いや、これやば。ミニママ。ばあちゃん家がこういう家だったらさ、すげえいいよね。まったけ最高だな、マジで。シャミキさんいらっしゃい。今日テーマがもうばあちゃんちなんだよ。テレビ見てる、リスナーもテレビ見てますね。平和ですね。 This is what happened now. I was putting on here, but this is how is now? I'm getting close.たまらない。ラーメン。 So maybe you guys don't know about this system, you know? This kid is the hotel owner gave me this key, so and you can take so many onsen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.You go to here and open by this key. So you can try nine onsen. Shibu onsen. This is a yabe key, super big key. This is a hotel name.6 a.m. to the 10 p.m. でもね、富山行ってカニ食いたいっすね。富山か石川県。いやもう、家帰んないでずっと配信旅したいっすよ。The tomorrow morning, the weather is snowing. 明日の朝雪降るっぽいっすよ、ここ。やばそうだな。マイナス9度だって。これからマイナス9度になるって。寒っ。やべえ、あくびが止まらない。岐阜に行ってみたい気持ちが強いですね。なかなか岐阜って行かないもんね。この配信中ですね。なんか違うよ、もうちょい、もうちょい。あ、いいかも。I'm gonna wake up at 8 o'clock 15 or 13.絶対起きます。めっちゃ気になるコメント。ダメだ、笑っちゃうわ。なんか笑っちゃう、すごい笑っちゃう。ギリギリわかんない言葉言ってくる。絶対寝れない。これ寝れないわ。うるさ。マジでうるさ。なんてマジで。
いや、こたつやばいね。うるさ。やばい。音出てます？一番やばい。目開いてるから。I'm opening my eyes. I'm watching the... でもこれスピーカー使ってるとさ、なんか一緒に旅行来てるみたいですよ。僕のペースでいいですか？マイペースで。なんかあの足の筋肉がやばいっす。今もうちょっと床に張り付いてる。重力を感じる。もう諦め。OK。ちょっとウォームアップするか。外行く。Hey guys, are you guys ready? みんなもう筋トレしてきたのに。今11回。I'll be back. なんかよくわかんないね。初めてのトラブル今の。テストテスト。Anyone alive?見えますでしょうか。見えたわ。なんかね、雪が溶け始めてる。屋根に積もった雪がね、うわ、かっけー、溶けて落ちてくる、この道に。Oh, Lily san, hi hi, welcome. Welcome back. Doing good? Yeah, I'm doing good. I'm looking for the food. Dinner time. ちょっと待って、ラーメン屋さん。You are lucky. You guys are lucky. I'm gonna show you a really good one soon. めちゃくちゃいいの見せますね、これから。Are you ready, guys? This is one. Open it. So sad.
の千と千尋の これすごすぎ。下駄履いてる人いいね、なんか情緒あふれるというか。いいね。風情あるね、本当に。タクゾクは贅沢なんだね。あんたは今日からゾウさ。しっかり働きな。はい。そう、ダツさんに教えてもらったんだ、ここ。来てよかった、マジで。最高じゃん。マジで。政府登録 国際観光旅館、超いいなこれ。あ、なんか入りたいってなっちゃうね。予約してないけど入りたい。やっぱ日本人でも全然知らないところたくさんあるよな。日本も結構広いよね。九州とかまだ全然行ってないしな。滑んない。あ、これいい、これ写真撮ろう。今は大丈夫っすよね。マジっすか。じゃあちょっと やっつけます、その BGM。 あ、やべ、てかご飯食わないか。あ、やってないね。 Google ではやってたんだけど。待って、なんか ご飯屋さん探してます。やってない、さすがにやってないか。のれんないもん。どうする、ラーメン屋さん。他にやってる場所ある。もう Wi-Fi 遅すぎて全く調べらん。植えたくないよ。ラーメン屋もさ、早く行かないと多分閉まっちゃうね。ラーメン食べよう。大丈夫ですか。すいません。あ、いい。大丈夫かな、こっちの方が暖かいかな。あ、いいですか、こっちでも。いや、なんか助かりました、まだやってて。まあ、ビールとか。そうですね、お酒頼んでお酒を。まあ、この辺ですね。地ビールお願いします。はい。なんか聞かれますか。
あ、すいません。あ、ありがとうございます。すいません、はい、カメラ大丈夫ですか？あ、大丈夫です。信州味噌ラーメン。信州味噌ラーメン、はい。チアーズ。めっちゃ飲みやすい。確かに音やばいな。変な音する。多分エアコンか換気扇だ。餃子、唐揚げ、チャーシュー、チャーシューうまそう。ピリ辛きゅうり、メンマ、枝豆、ビーン、ビッ、チャーシューってなんていうの、ビッグサムサイン、豆腐、豆腐、キムチあるよ、キムチ、ビコン、キムチある。チャーシュー頼むかな。餃子食いてんの。食べ歩き配信お兄さん、どうしての風格。全然っす。他の店黙ってますもん、ずっと。ここの客いないんで、誰にも迷惑かけない。多分善光寺行った方がいいかも。善光寺のなんかマップに書いてある善光寺超でかくなってる。絶対行けってことじゃない？みんな見える？これ Can you see this one？ 昨日行ったさ、海善光寺っていうのが、多分この善光寺が焼け落ちても大丈夫なように作ったのが海善光寺で、山梨県にあったんだけど、この善光寺長野にあるの。この多分これ本物の善光寺っぽい。武田信玄が、武田信玄が作ったのが海善光、善光寺かな。このマップ持って帰りたいな。 I was here today and going up like 4 hours to the Nagano and coming here。 ここのさ、松本からさ長野行く時の電車が超ヤバかった。景色めちゃくちゃ綺麗だった。なんかね、山の上を走ってて、上からこの盆地が見えんの。地元民全く見てなかったけど、超綺麗だった。あれはマジで本当におすすめする。信州味噌ラーメン。あ、ありがとうございます。ウイスキーはあるんですけど、炭酸がないんで。あ、炭酸がないです。ウイスキーの水割りならできるけど。その水割りと、なんかおすすめありますか？まああのね、はい、まあ、これはね、まあ本当は今これが一番バズってる。バズってるんですか？バズってる。じゃあこの唐揚げお願いします、ね。はい、お願いします。バズってる。よし、いただきます。うまい。 いやめっちゃお腹空いてる。だって12時から食べてないの。これもめっちゃうまいよ。なんかね、近所で食ってたラーメン屋さんの味に似てる。すげえ懐かしい。
信州味噌ラーメン、めっちゃ好きな味するわ。結構まろやかな感じ。すいません、熱かったわ。最悪の最悪の距離でごめんなさい。 I'm so sorry。 ちょっとドア開けてもらっていいですか。冷気呼んでもらって。ウイスキー水割りです。乾杯。チェアーズガイズ。Is that real record? なんかすげえ歴史感じていい店だね。なんかすごい歴史感じない？ほら、このビデオのさ、レンタル屋にあるあのビデオの背面みたいなやつで、これってあの店主のおすすめなのかな。ホテルニューハンプシャー、マグノリアの花たち、マークスの山、春、朝ラーメンやってます。ありがとうございます。これあの本来ならあのレモンウェッジがつくんだけど、どうですか？レモンの方がこういうのに出てきます、ね。ああ、はいはい。ちょっとレモン切れました。これレモン汁。ああ、ありがとうございます。これレモン汁。はい。ありがとうございます。バズってるチキン。で、うまそうだね、めっちゃ。食い切れるかな。あっく。うまいっすね。違う。これ言うのもおかしくないよね。あ、おかしいよね。自分がバズってるなんてさ。いや、めっちゃ面白いです。今なんかちょっと配信中なんです。飲むんですか？っていうか、別に来る前から飲んでたんだけど。ちょっと映してもいいですか？気持ちはどうだ。おやすさんも飲んでます。あれ、レコードですか？かかってんのはカセットテープ。カセットテープ、へえー。まあ、もちろんレコードもかかるんです。ああ、あのなんかのビデオのあれあるじゃないですか、背面みたいな表紙。ああ、はいはい。あれはおやつさんのおすすめですか？そうだね。そう面白いですね。どれも間違いない。間違いないですからね。いいっすね。もう飲んでたんすね。そう。もう来ないだろうと思って飲み始めた。でもこれ回転してる。あ、こっちか。そっちが回転してるんですか？暗くてよくわかんないんですよ。ああ。回転してる。なんか今レコードブーム来てるみたいですね。あ、来てるみたいね。はい。なんかあのプラスチックラブとか竹内まりや、あ、地形がすごい今流行ってるみたいで、うん、FF14 の最新曲もレコード、え、やば、え、 FF14 なんかあのファイナルファンタジーってゲームがあるんですけど、なんかわりかし最近のゲームなんですけど、それもレコードで出るみたいな。結構わざわざレコード買ってる人多いんすよ、うん、サクサクでうまいっす、うん、あ、そうっすね、あのすぐそこの名前忘れちゃったんですけど、あ、そうっす、カネキっす、カネキ、はい、なんか結構休みだったんで。そうだね、はい。でもあれ見てきました、あのそこの有名なホテルみたいな。あ、金具屋。あ、そうです、金具屋、うん、すごいですね、うん、うわ、もうこんにちは。
の居酒屋開くの待ってんだけど、そしたら今日開かないんだ。これから開くんすか。そう、ひどいだろ。僕も参加しようかな。9時半とかに開いてどうするのって。もう10時になっちゃうよ。開かないですかね。ああ、開くの開くの。ああ、もうじき。あ、うん、いいです、いいです、ありがとうございます。はい、開きます。マジですか。あと10分ぐらい。この時間から開くんすね。そうそうそう、そう。何時までやってるんですか。お客さんいれば何時でも。これから開くらしいよ。電話したら開きます。何時まで飲む予定ですか。まあ、ちょっと12時ぐらい。ああ、うん。温泉地、10時ぐらいから開く居酒屋に潜入。カメラ大丈夫かな。The normal people are taking onsen, hot springs。 そこカメラ大丈夫そうですか。いや、聞いてみれば。聞いてみますね、うん、大丈夫だったらちょっと飲んでみようかなと思います。あ、はい、暗いですか。そんなに、うん、まあ、そんなには、まあ、普通だね、うん、キャットジャン。これ今一番ハマってる。一番ハマってるんですか。フィルコレンジ。え、フィルトレンジ。フィルコレンジ。フィル。え、全米ポップチャートの中でも急上昇。一番好きな歌。あ、ありがとうございます。インストゥルメンタルなんだけど。これかっこいい。ボーカルなしで。ああ。やばい。いいですね。ちょっとレコード回ってるの撮っていいですか。いいよ。好きなんですよ、レコード回ってるの。みんな、あ、ちょっといい。はい、こんなに邪魔かや。ああ、いいですね。ちょっと今出てくる。彼女を見れば分かること。なんかこの若干色あせた感じいいね。でもキャメロンディアスじゃん。結構恋愛ものが多いんですかね、これは。ラブストーリー多いですね。ガジェット感確かにめっちゃ好きだわ。じゃあ僕さっき会計しちゃいます、はい、居酒屋空き待ちで。やば、明日のホテル代ないわ。現金のホテル代がない。やばい。ここら辺ってコンビニありましたっけ。ないんだよ。あ、ちょっとコンビニないっすか。うん、歩いて行けるとこにはない。マジっすか、あの線路。はい、やばい。何が欲しい。明日の現金がなくて。ああ、そっかそっか。あ、カード使います。使えない。ちょっと現金確認していいですか。うん、うん、お金足んないかもしれない。やべえ、めちゃくちゃギリギリだわ。でもさ、もし飲むにしてもさ、はい、あの予算そのぐらいしかないんですってまでにしといてくださいって言って。ちょっと今あの今の段階ここに置いてあるので足らないかもしれないです。厳しいよな。厳しいっすね。すみません、誰か送金してもらっていいですか。いや、一緒に飲みたかったっす。いや、マジでおろせばよかった。温泉街だからコンビニあるかなと思ったんですけど、うん、それがね、田舎だから。今日1割でいいなら統一で貸そうとしてる人いる。でもさ、はい、あの旅館の人に話して、はい、なんかしてくれるかもしれない。かもしれないですね、うん、緊急用の1000円があるかもしれないです。カード払いとかできるかもしれない。あ、カード無理でした。あ、だった、あ、無理だって。はい、あ、開いた開いた、開けました。開いた。ちょっとすみません、確認させてください。うん、食い逃げ。
食い逃げして一緒に宿代5100円なんですよ。あ5100円、僕多分これしかないです多分僕モギックセイズ次回20簡単句卓造の一問簡単句疑問句地下労働へと。あ、でも1040円あります。あ、じゃあ一杯だけ多分飲めそうっすね。一杯だけ飲もうかなみたいな。いいんじゃねえの800円。お金ね、800円しかない。あとね、長野からここまで1500円したんですよ。でしかも現金払いだったんで、で今も所持金800円なんで、もう帰れないんでお酒飲みます。明日のことは明日に任せます。え、これ お皿大丈夫ですか、このままで。大丈夫だよ。あ、うんうん、お待たせしました。携帯持った。よし、あ、大丈夫です。もう退勤するんですか。おやさんと一緒にね、I'm gonna go to the the alcohol shop with him。 そこめっちゃ滑りますよ。はい、気をつけてください、危ないです。超滑ります。さっきめっちゃ滑りました。乾いてそうで濡れてる。滑る。ちょっと飲まさせてもらいます。焼酎。すみません、僕800円しかないんで、800円で飲めるやつ。ハイボールとかありますか？ハイボールね。はい。現金が全くなくて。え、どこと森なの？金木でしたっけ。金木。金木。はい。一人で。そうです、はい。一人旅です。こっちは初めて？初めてですね、はい。コンビニあるかなと思って。なくて、お金下ろす場所なくて。あるっちゃあるんだよ。あるんですか？遠いだけで。ああ、そうです。駅までね。何駅ですか？だから、あるって20分。ああ、じゃあ全然大丈夫ですね。大丈夫だよ。結局休みに休まなかったんだ。もう、あ、そうですね。多分、わかんないけど。すみません、カメラ大丈夫ですか。いいですか。ありがとうございます。いいです、いいです。私は映さないでね。いただきます。はい、なるほど。僕もタバコやめたんで大丈夫です。やめたのね。やめました、はい。目の前でいっぱい吸ったろ。じゃあ1本吸おう、楽しみで。5年経つんですよ、もうやめて。5年もやめてるんじゃん。それはもう、ね、立派。ありがとうございます。なんかきっかけがあった。きっかけはなんか特にあんまないんですけど、うん、なんかでも1回目は失敗しちゃって、1回目2年続いて、へで先輩に吸ってみるよって言われて、それで戻っちゃったんです。はい。で、それからまた5年経ってるんだ。そうですね、やめて、はい、5年経ってます。すごいね、5年。もう本物だな。はい。でもとにかくあれだよ、一本が命取りだからね。いや、本当それなんですよね。うん、一本お化けっていうぐらいなんで、うん、It's a highball with a whiskey with a soda。 じゃあ食事はどうしたの。食事ですか。あ、今日の晩ご飯、そちらで。あ、どこに食べた。素泊まりだもんね。素泊まりですね。すみません、めっちゃ厚かましいお願いなんですけど、コンセントありますか。充電式。はい。これでいい。あ、なんか別のそのコンセントぶち込みたい感じなんですけど。
ちょっと待ってください。カメラ用の充電で。はいはい。これ届くか。コード長い。あ、まあまあ長いっす。じゃあここでいいや。はい。ありがとうございます。電気代払いたいけどお金ない。お湯掃除だ。お湯掃除ですか。新年の各ほら外湯あるでしょ。あ、外湯のお湯掃除。新年お湯掃除。新年明けてから掃除するんですか。そう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 。じゃあ入れない。ね、そこの笹湯は10時から。10時から。うん。ああ。から掃除。その男によってほら時間。ああ、時間が違います。で、初湯はやらないって言ってた。初湯ってなんですか。一番湯。ああ、うん。やったことないって言ってたから入れる。ああ、うん。初湯はやらない。9時半までに上がればきっと入れる。ああ、そうなんですか。2番はね。まあ、宿にもあったんで。ここも明日大掃除です。渡辺もやるよ。一応7日って言ってました。大体みんな7日だよ。うん、曜日関係なく800円しかないのに強気だ。日にち的も、あ、日にちで違うんですね。あのほらどんど焼きっていうやつ。どんど焼き、あのだるまとか。だるま焼くんですか。だるまさんとかお札とかそういうの。絵馬とか年間のお札とか。そう、あ、こう焼き積み上げて、お炊き上げて。それいつやるんですか。ここは15日。あ、見たかったっす。15日ですね、うん、でも一番有名なのは野沢。野沢温泉、うん、あそこは超有名。野沢温泉もうあそこまでになるとなんかその今言った詐欺町やどんどん焼きのイメージをもう超えてる。超えてるよ。戦いだよ。戦い、バトルだよ。バトルなんてもんじゃない。キャンプファイヤーみたいな。いや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 、そんな甘いもんじゃない。ね、もうあの守る方と攻める方と分かれてやる。え、お焚き上げですか。そう。何ですか。お焚き上げ。何を守るんですか。その燃やすね。要は燃やすものを組んで、はい、それがまた半端ない。お祭り人が乗れるぐらい乗ってる乗って、うん、その年男かなんかが守るのか、うんうん、年男が守る。そう、それで村の人が火をつけたいって来るのを攻防するわけですからね。めちゃくちゃ面白そうっすね。その火のついた藁とか持ってバチンバチンやる。火のついた藁バチンバチンにやる。そうそうそう。やば。すんごい。あの野沢温泉火祭りって調べれば出てくる。あ、ちょっと見てみます。それでもちょっと焚き上げでバトルですね。野沢温泉も結構有名ですか。なんかもう岡本太郎だよ。ああ、芸術は爆発だみたいな。もうあの湯っていう字を岡本太郎がデザインして。ああ、そうなんですか。へえー、この日だけは人を殴れるみたいな。まあ、絶対後でどんどんこの辺で顔ボコボコ、みんなの顔ボコボコが火傷にボコボコにも後で恨み絶対出るよな。あ、そんなすか。すごいすごいすごい。でも地元の人たちでやるんですよね。そうじゃあいつじゃんみたいな。そうそう、殴ったのあいつじゃんみたいな。だからきっと恨み絶対忘れねえよ。いや忘れねえよな。それはすごいですね。なんか今夜から雪降りそうですね。そんなことない。明日晴れ。え、なんか天気予報雪になってましたよ。来ないですか。で来るときすごい雪積もってたんで、あんまり降らない。おお。え、あの屋根の上に積もってる雪落ちてこないですか。あれ落ちる。落ちます。めっちゃ積もってる。なんかめっちゃあのなんか水が落ちてきたんで。道総神祭りでしたっけ。そう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 。危なくないですか。めっちゃ危ないか。危ないというか、まあ、かすり傷や打撲はそんなのあれだけど、死者出たって聞いたことない、ね、あ、本当ですか、うん。ただや、そうそう、やけどやらなんだよな。ここに20人ぐらい乗ってんかな。20人ですか、うん、で それに、それ全体に火をつける。で、上に乗る人とこの下で来るなってやる人と、はい、両方いる。上に乗ってる人危なくないですか。めっちゃ、まあ危なくなったら降りるでしょ。最後は結局
燃やすから。あ、最後は結局、そう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 。なんかこういうのって生で見ないとダメっすよね。うん、すごい迫力らしい。コロナだからだけど、コロナ。なんかいろんなお祭りありますね。そう。今年御柱もある。うん。なんですか？御柱って何ですか？神社に御神木の木を2本入り境内にこう立てる。はい。それを町の中をおねりっていう、その木をずっと運んでる。木を運ぶんですか？そうそう、その御神木を。御神木、御神木ってあの山から切ってきて、あ、切ってくるんですか？そう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 。なんかイメージ的に御神木ってなんかその神社の代表的な木かなと思ったんですけど、切ってくるんですか？それを山から切り出して、はい、持って必ず2本、その2本をここのからその神社まで、ここですか？車っていうか台車、台車っていう木で作った台車の上に、ここ長いんだよ、だからすごい。で、何で作った台車ですか？木で作った台車、その専用の台車があって、はいはい、そこに斜めにこう立てるの、寝かせてペタッと置く、そう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 、でそこに人が乗って乗るんですか？そうそうそう、一人だけ、そう、あ、乗ってそのまま神社の、その一人何者ですか？だからその町っていうか町の代表者、そこで選ばれる人が、まあこんな感じです。1% しかないからだけど1% で動画見せてくれるんですか？おい、すごいっすね。歌もいいですね。これギアリっていう、あ、女の人もギアリ、ギアリ、うん、ギアリ、それが各地区によって全部ギアリが違う、ギアリが違う、そう、ギアリってギアリ、ギアリ、うん、まあ、有名なのは諏訪だよね。そう、諏訪だとたまに死人出るからね。マジですか？諏訪ってあの諏訪湖の、そう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 、諏訪が一番の御柱のもとなの。ああ、もともとの、そう、その血を引いた諏訪関係の神社は全部御柱やる。御柱なんですか？御柱っていうのをこうやってる。そう、でも一番が元が諏訪だから、諏訪の御柱はすごい。ちょっと見てみたいですね。この辺とは比べ物にならない。それって何月ですか？1月あれはね、長いの。この辺は1日で終わるんだけど、諏訪の御柱はまず木を切るところから始める。おお、里引きから木落としや、あの、要するに奉納するまでは数日じゃない？アイランがあるじゃん、うん、まあ、木を切り落としてから、木を切って、はい、今度切ったとこから近くの方までその木を引きずってくるわけ。引きずってくる。それをずっと永遠おねりで歩いてる。まあね、で実は4社あるからね。そう、それぞれに一番出すると思う。一番のクライマックスに見せ場が、あの、坂を木落としって、こんな坂を、こんな坂を御柱で、はい、みんな乗るんだよ。その御柱に。そんなの見たことない。その一本丸太に。そう、何十人も乗って、で繋いだ紐を誰かがえって切るとズルズルズルって折ってくる。そこで死者が出るんですか？死者怪我人が。ね、それが一番の見せ場。そういう祭りを撮るのも面白そうですね。1月5月本柱じゃないかな、多分。電池大丈夫ですか？ああ、人めちゃくちゃ来てますね。でとにかくその先頭に乗るのが名誉なことだから。あ、そうなんですね。途中で振り落とされてもまた慌てて行って、もうとにかくまた乗るんだよ。これ本当見れば、あ、たまには死人出るなって感じ。骨折なんて当たり前だろうみたいな。
もうあのだんじりとこれは本当に死者出ちゃうんだよね。だんじり、あのその繋いでる角を切る人がもうすんごいもう緊張なんですよ。プレッシャーだよね。失敗してたらスカーなんつったら1回で切れなかったらどうしようみたいな、すんごい緊張するんですよ。すごいですね。デンジャラスフェスティバルって書いてありますね。これもキアリ、これはスワのキアリ。キアリ、うん、スワはすごい甲高いな。あ、なんか確かに歌がそう、こっちのキアリはなんか男の人歌ってますよね。向こうも男の人歌っても甲高い声。あ、そうなんですか。そう、へぇ、だから地区によって全然違う。へぇ、うん、すごっ、めちゃくちゃ人いますね。何本も違うんです。1本2本じゃないから。ああ、だからあれ結局さ、4社でだから8本じゃない。そう、4社で8本座って、うん、上社、下社、春宮、秋宮、4つ神社ある。もう早速落ちてますね。すごい。いや、これ危ないっすね。これ危ない。で、これ本当は前から撮った絵の方が迫力あるんだけど。で、今度この崖を降りた後は川の中を回って川の中、確かに川ありましたね。みんな川の中入って木を運んでた、はい、それもまたすごい初耳の歌い方。なだ祭りも死者出る。チムトさん、そうですね、マジで。諏訪の御柱は1回見た方がいいかもしれない。これ本当45度あるな。45度って言ったらほぼちょっと本当にスキーで今さ45度の斜面って本当垂直に見える感じる。本当に45はかなり急斜面ですね。すごいね、諏訪の人は6年実質6年に1回。6年に1回、うん、え、6年に1回ですか。そう、あ、12市でもうやる年期も なんとかなトラ、トラント市となんかの年って決まってるんで。トラとサルか、トラとサルですか、うん、決まってるんで。で、その前の年の、あの善光寺の御開帳、御開帳、御開帳、御開帳善光寺さん、あ、うん、本殿を見せるんで。それもその御柱の前の年決まってます。あ、そうなんですね。行こうかなと思ったんですけど。あ、でこそいいよ、結構いい感じ、大きい、大きいっていうかね、あの有名なの。海善光寺は行きました。善光寺さんもいろんなとこ結構ありますけど、はいはい、でも一番の元が長野の善光寺さんで。ああ、まず行ってみればよかったっすね。なん無宗教って言えばいい、無宗教、宗派問わずにどの宗教さんもお参りできるっていう。 あ、そうなんですか。そんな懐の深い。そう、昔からそうなんで、できた頃からか知らないけど、宗派問わずのお寺なんで。善光寺、この辺のこの辺のもう人がもうこのぐちゃぐちゃにこう、いや、これ確かに危ないですね。これ危ないよ。木も結構でかいですね。でかいね。善光寺さんも結構いい。ちょっと見てみます。いけそうか。1% ですか。1% なんか結構粘ってますね。1になってから結構粘ってる。意外と粘ります。1まで1個までってあるけど、はい、1になってから結構粘る。確かにそういう経験ありますよね。うん、確かに。すごい。なんか20になってたら5分ぐらいすると1になって何もしてないね、なんてこと。でもその1になってからが長い。大丈夫ですか、僕800円しかないです。いいよいいよ。ありがとうございます。すいません、忘れちゃいました。
か行くの？明日まだ決めてないんですけど、うん、もしかしたら新潟まで抜けちゃうかもしれないですね。車で来てる？いや、電車ですね。はい、すみません、ありがとうございます。いただきます。あの、篠ノ井線、あそこめちゃくちゃいいっすね。なんかあの、長野駅のあそこら辺のちょっとした盆地が見える山から、あ、おばすてだ、あ、そうそう、おばすてとか、なんかもうおばすてはね、ほら、棚田で有名な、棚田っすか。そうそう、あそこ棚田あるんですか。あらあら、めちゃくちゃいいじゃないですか。あそこすごい有名で、棚田もう地元の人下ばっかり見てるけど、僕えやばと思って。え、おばすての棚田って有名だよ、うん、あ、そうなんですか。たごとの月って言われるんだけど、はい、たごとの月、そう、たに田んぼごとに月が映るっていう。ああ、田んぼごとに、田んぼごとに月が映る、そうなんかロマンチックな、へえ、有名なんだよ。でもあの、物理的にっていうか工学的にはそれありえないんだけどさ。ああ、うん、そうなんですか。あ、まあ確かにそんな反射で一箇所に一箇所映らないですもんね。まあどっから見ても月が見える、いろんなところに棚田があるみたいな、うん、いやでもあそこの景色めちゃくちゃ良かったですね、うん、ナチュラにいいなと思ったところ有名だったの、うん、あれ確かあれ予選に電車時間止まってるんだよね確か。あ、長かったかもしれないです、うん、それを見せるために。あ、そういうことなんですね、うん、なんかあそこで降りたら泊まる場所なさそうな雰囲気もあったんですけど。なさそうだね。ないね。ないですか。なんかちょっと怖いなっていうのが。でもすごい見晴らしがいいからすごい高いところなんですか、はい、あ、めちゃくちゃ高かったですね。今見た感じが。その下に長野市街から、あ、見えましたね、何か全部だから、はい、すごい綺麗、よく見える。あの電車はマジで貴重でしたね。だけどやっぱりあの長野なんか公共交通機関がプアだからさ、あのそれはちょっとさすがに車であの巡るのが本来、そうですね、なんだよね、1時間に1本。この辺はね、電車ないからね、少ない、めちゃくちゃ少ないですね、本当少ない。清い昔からこういう田元の月会とかあるんだよ、大昔から有名だったらしくて、あ、これこの勢いもなんかすごい、北斎かなんかも書いてる、北斎ですか、うん、あ、確かに全部の棚田に月映ってますね。ありえないんだけど、ありえない。自分で見るとそこ一個しか絶対見えない、はい、確かに。あの人オレンジのチャーハンがハマっててさ、必ずチャーハンを思う。チャーハンもバズってんだよ。あ、チャーハンバズ、チャーハンバズってるんですか。さっきさ、他になんかなんかつまみなんかありますかって言ったら、こっちあの唐揚げば最近バズってんだよとか言って、あのなんかなんでこの俺の口からそんな食べてたみたいな。いやなんか。いやでもすごいいいと思いますよ。そのまさかバズってる、バズっていう言葉が出てくると思わなくて。最近さ、あのあれまさけエビデンス、エビデンス、エビデンス、最近覚えた言葉エビデンス、エビデンス知ってる、わかる、根拠、証拠とか、根拠証拠ですね、うん、横文字横文字使っていきましょうか。最近横文字が多すぎてついてかれなくなってくる。そうっすね、なんか多くなってきましたよね。俺一番さ、そんなね、今はさ、なんかすごくそんなの当たり前に言ってくれちゃうけどさ、日本語で言えっていう一番最初のね、接したのはね、あの俺リスペクトしてんだとか、なんかおいおいおい日本語で言えよってさ、なんかそういうのさ、はい、なんかちょっとこんなやつらがさ、リスペクトって怖いな、こんなやつらが、そうよーみたいなさ、よ面白い、そういうのがだんだんバティシできちゃうからすごいよね。見たことないですね、そんな最近で言うと何すんだろう。
すんごい面白い。自衛隊がやってるんですか。自衛隊ってかもう出てる。あ、自衛隊いろんなチームが出てる。だから駅伝だからチームだから助け渡したりっていうリレーなんだよね、はいはい、そう駅伝山頂まで行くんで、すんごい山で、ええ、うん。下りの富士山下ってるのが一番面白い。あれ見なきゃいけない。あれ見る、うん。富士山登ってみたいっすね。富士登山駅で。行きは余裕、帰りは怖い。船橋。芝市。大船橋。うん。富士山駅伝の下り知ってる人いました。知ってた。あ、なんかほぼ転がっていくみたいな。すっごい面白い。初めて聞きましたね。あそこだけ見ればいいんだ。あそこだけ見ればいい。そう、こんなね、登ってるこんなとこ見なくてこんなにいいよ。登ってるとこ見なくて。下りの人はメットとかつけてるのかね。うん、誰か撮ってる。あんなのつけてらんない。いやいや、そうじゃなくて、つけてらんない。ヘルメットかぶって。いやいや、ないない、普通に降りてくるんだよ。怪我しねえか。確かに。あ、砂だからいいんじゃない。そっか、うん。面白い。そんなのがすごい。ここを下り降りる。うわ、すげえな、マジで。よく転ばないっすね。転ぶ。必ず転ぶんだよ。これが面白い。だから、助け渡った後に転がってくるんだよ。真っ黒、起き上がると真っ黒になって。超スピード出てますね。そう。すんごい面白いの。あ、うん。じゃあ、お酒で。あ、お疲れ様です。ちょっと。ささっと帰っちゃうんですね。いいっすね。朝早いですか。朝7時に1回店開けるの。あ、早いっすね。あ、朝定というか、あ、朝ラーメン、朝ラーとやるから、だいたい11時か半から12時の間にだいたい帰る。いつも9時ぐらいに開けるんですか、このお店。9時半。あ、10時半。もうちょっと早いよ。あ、もうちょっと早いです。ちょっと早い。早い時は8時とか8時半ぐらい開けるんだけど、もう遅くて。何年やってるんですか。このお店何年やってるんですか。ここ今7年目。あ、意外とそんなにですね。そう。まだそんなに新しいというか。7年か。うん、そう。ここら辺の人ですか、もともと。ここから歩いて10分ぐらいの、ここもうちょっとしたら星川っていう、星川温泉っていうところから。そこにも温泉あるんですか。温泉しか知らない。私湯って知らないんだよ。温泉しか知らない。私湯って知らない。私湯、うん、あ、普通の湯、普通の、ね、温泉しか知らない。知らない。贅沢ですね。若し湯って持ってる人いないぐらいの。若し湯ってその言葉自体初めて聞きました。お家のね、普通のお湯、ひねるのが、もともと湧いてるお湯が。温泉しか入ったことないから、何番風呂に入らなきゃとかそういうのがないから。めっちゃいいっすね。で、そこからこっちにお嫁に来て。あ、お嫁に。そうそう。で、こっちも温泉だから。え、それって自宅のも出るってことですか。自宅のは出ないですよね。自宅も、今は自宅で温泉。自宅から温泉出るんですか。自宅っていうか、温泉引いてるから。あ、温泉引けるんですか。そうそう。だから、うちも今ずっとうちの。それめっちゃ贅沢っすね。で、いつでも入る。それめっちゃいいですね。ありがとう。で、ちょうどいい温泉にしてあるから、いつでも入れるし、うん、ありがたいこと。めっちゃ羨ましいです。夏でも冬でもいつでもちょうどいい温度にしてある。逆にね、水で埋めると水道料がすごい高くなっちゃうから。これの温泉って何度ぐらいなんですか。
え、で、湯なんかすんごい熱い熱い熱い。やばいっすか。じゃ混ぜながら、ま、もう水入れなきゃ入れない。60度とかそこぐらいあるんじゃない。超熱い。あで、すっごい出るから、そんなのずっと出しっぱなしにしてたら、もう入るたびに水埋めなきゃいけないじゃん。その水筒量が半端なくなっちゃうから。ちょっと入れて待ってるみたいな。ちょっと5分10分全開にして5分10分出すとかないと入れなくなっちゃうから、お湯の量を加減して、夏は少なめ、冬は多めとか。あ、ちょっとそういう苦労はあるんですね。苦労ってかもうそのままにしとけば、うん、そのままです。あの塩ビのパイプってあるじゃん、こういう、はい、あれを刺して倒せばドボッと出るし、角度上げていけばちょこちょこに出るから、あその角度で調整してちょうどいい温度にしました。もうなんかあの老後とかそういうのめっちゃ憧れてるんで。あ、温泉？温泉が出る場所に住みたいです。あこの辺だってみんな温泉に入った。この辺で若新入ってる人なんていないんじゃない。、うん、わざわざ行く人いないですよね、家で入れんだったら。え、温泉引くのっていくらぐらいかかるんですか。引くのはね、その缶の太さによって。缶の太さで変わるんですか。そう、南部館南部館っていう缶の太さによって金額違う。その太いのは太くなることによって何のメリットがあるんですか。量が早く入るってことですか、お風呂に。だから旅館さんみたいに大きいお風呂があれば太くないと。自宅用のお風呂だったら、家庭用だったらちょっとでも、まあ、溜めるには時間かかるけど、でも、まあ、そんなに慌てて溜めなかった。月額制ですか。月額で取られるんですか。まず引くときにまずこの缶だったらいくらっていうのを払って、あとは毎月じゃあこの缶だったらいくら、これだったらいくらって毎月。あ、毎月かかるんですか。そう、温泉管理費っていうので毎月。温泉管理費、はい、要はこのみんなの持ってる温泉の電気からお湯を借りてるっていう入湯税みたいな。税金でもないんだけど、それ借りてるお金、お湯に入りますよみたいな、徴収します、お湯借りてますよっていう、はい、そのお金は毎月。そこまで高くないです。そんなに高くない。うちで8000円毎月。8000円、ニューロ光ですね。何でもないです。なんか、まあ、インターネット代ぐらいみたいな。あ、ちょっと高いぐらいみたいな、はい、あ、全然いいっすね。温泉入るんだったら、そうか、全然ありっすね。止まらないっす。ちょっと流しっぱなしだから。でも、住めばだって外湯だって自分で好きな時入れるっす。あ、外湯っていくらぐらいでしたっけ。外湯なんか、外湯はね、お金かかんない。え、なんか鍵渡されたんですけど、旅館さん、ね、あ、温泉泊まれば無料ってことですよね。だからここに住んでる人はだから、はい、その税金代わりに組費っていうんだけど、はいはい、組費でいくらって払ってるのがもうお湯の鍵ぐらい。え、じゃあ鍵持ってるんですか。持ってる。そうなんですか。え、持ってる。さ、外湯の鍵みんな持ってるんですか。あるよ。あ、すごい。だって住んでると必ず入っても入らなくても来るから。あ、そうなんですね。超会費みたいな。だから、めっちゃいいな。渋温泉来たらまた来ます。どうぞどうぞ。ちょっとじゃあそろそろ僕もまた出てきて、はい、ゆっくり入ってください。ありがとうございます。だからこの鍵一つで9つ全部入れるんだから。そうそうそう、9つ全部回っちゃってみたいな。そうそうそう、だから旅館さんの金木さんの鍵も全部入れるから。はいはい、なんかもらいました。でっかい板ついてます。そうそうそう、旅館さんはね、みんな板ついてる、はいはい、うちらそんな板いらないから。いらないです、ね。今日入ってなかったら明日入ってみて。あ、そうですね、明日10時ぐらいまで OK でしたもんね。そうそうそう。なんかでもあの貸し切り温泉みたいなのあったんで、内風呂みたいな。ああ、金木さんの中に。金木さんの中に、はい、うんうん、あのね、大湯はみんな入る。え、お、9番湯の大湯。あ、そこにあったやつですか。うん、が一番大きい。違うんですか。あ、大きいんですね、うん、
で一番あったまるらしい。あ、そうなんですか。9番いい、うん、時間あったら見てみます、うん、僕の、うん、ありがたい。あ、いいよいいよこれしかないです。いや、大丈夫だな10円はいいよ。これ大丈夫ですか。10円はいいよ10円はいいですか。すいませんね、この辺に、すいません、ごちそうさまです。いい、コード抜いちゃって大丈夫。あ、大丈夫です、はい、すいません、できるのに抜いちゃって。はい、ありがとうございます。なんかすごいいろいろお話で聞けてよかったです。またおいで。また来ちゃいます、ね、うん。あの、そこの小石屋さんとか、まあ、角屋さんがすごい安く泊まりやつ。宿ですか。うん、あ、小石屋さん。これすぐですか。そこになるんですか。うん、あのバックパッカーとかそういう人用の旅館やってるから。ここさ、あの、角屋さんの、はい、ここ上がってって、国屋っていう隣のスタンドバーやってる。スタンドバーですか。小石屋さんと同じ系列で。立ち飲み、同じ系列で。そうそう、同じ経営者で安くやってるから、うん、ありがとうございます。またどうぞどうぞ。いや、本当、うん、いい夜を過ごせました。まあ、いろんなとこ見てって。はい、ありがとうございます。楽しかったです。あの、善光寺行ったら、あの、地下道もあってね。地下道、うん、善光寺の地下道。善光寺さんの本堂の下がこう真っ暗の。あ、そうなんですか。まあ、回廊の、えー、うん、ちょっと見てみます。うん、あそこ行ったら、七味が有名なんですか。この八幡屋磯五郎っていうね、この七味が有名。あ、ありがとうございます、うん、あそこ行くとね、毎七、毎胡椒を作ってくれるから。毎七、うん、そうそうそう、いいですね、うん、長野県の人みんなこの七味使う。あ、そうなんですか、うん、そんなにみんな使うの、うん、SB とかそういうのは納豆か、うん、SB じゃなくて、そうそう、八幡屋さん、八幡屋さん、うん、いろんなのがいろんなとこ入ってみて。ごちそうさまでした。ありがとうございます。まあ、とにかく寒いからね。風だけ。はい、ありがとうございます。温泉温まって。また出かけて。お邪魔しました。ありがとうございます。気をつけてね。ありがとうございます。またどうぞ。はい。ありがとうございます。あ、大丈夫。大丈夫です。はい。ここもね、そっち側凍ってるから。あ、そうなんですか、ね、うん、こっちが端行ったら、ここね、黒く見えるけど、意外と凍ってるとこあるんで。いや、そうなんですよ、ほんと。怖いっす、ここ。あの辺凍ってるし。ありがとうございます。靴大丈夫。雪で濡れないように。あ、すいません、うん。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、外まで。小石屋さんってすぐここ。え、どれですか、あそこ。あそこですか。小石屋って。あ、そこか。ここから上がってったところに、あの、国屋っていう隣に角屋さんっていうスタンドバーやってるとこも同じ系列で安くやってるから。ああ、うん、まあ、お世話になりました、うん、ありがとうございます。いい、絶対寒いですよね今。慣れてる。ありがとうございます。いい旅を。またどうぞ、縁があったら来てください。ありがとうございます。気をつけてね。おやすみなさい。めっちゃいい人だね。ママって初めて使ったかもしれない。ママってなんか年代感じるね。上の世代がママって言ったけど、自分でママって使うの、自分でママって使うの初めてなんだけど、マジおっさんになった気分だわ。いや、お母さんも恥ずかしいです。ノリでママ言っちゃったわ。でもなんかすげえあったかいね。アルミ缶製品可愛がってもらいましたね。ね、超可愛がってもらった。おやすさんね、おやすさんめっちゃ良かったね。ママもめっちゃ優しかった。いや、でも独占してんのがめっちゃ良かったね。はぁ、寒い。アルミ缶製品恥ずかしいのは最初だけですぐ慣れます。ママまた来たよって。アルミ缶製品なんか今回の旅の温泉って心が休まないシチュエーション心が休まらないシチュエーション。本当ですか。確かに
鍵なくしたり金なくなったり。金ないのはマジで焦ったわ。コンビニないっていうのが。大丈夫。多分みんながいるんで大丈夫。いやもうこの路地がちるい。何この路地マジですげえ好き。ねえ、ちむさんマジわかる。ちるすぎだろここマジで。おかしいよマジで。え、なんでこの路地マジで超好きなんだけど。やば。おかしい。狂ってる。おかしいよ。ジャパンイズストレンジ。チルを詰め込みすぎ。超いいじゃん。ね、ブヒブヒって。うわ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 うLOL アルミ缶セーフノットライトです。見てこれ、やばい。これ I got this I got this。 チムタセーフ、この街つららが当たって。タクゾで Because of つららタクゾです。風情ありすぎ。渋温泉めっちゃいいじゃん。雑談ありがとう。本当に超良かったわ。めっちゃ頑張んないとな。これペロペロみたいな。コマンドなくなってる。やばい、携帯ないの。なんでこんな携帯なくなるんだろう。あったあった。コマンドあるよ。ほら聞こえたじゃん。懸垂だ。懸ヒアだ。最高だよマジで。ここ旅だねマジ。 This is 旅。行くぞ。いやいやいや、雪景色めっちゃいいね。はあ、路中禁止なのにさ、めちゃくちゃ車止まってるよ。あ、すげえ、めちゃくちゃアイスバーンだ。いやー、いいね。うっ、転倒シーンないですよ。気をつけますから。
セイフカーバス、モビッグセイフウィック、ロックターンセイフハク、キムタセイフお客さん、飲みすぎですよ。お客さん飲みすぎですよ。全然大丈夫です。まだ全然いけますよ。ビットレート 272kbps 272kbps ラップサンセイフ退任チムタセイフを酒に弱いよ大丈夫大丈夫全然大丈夫お酒全然余裕っすホテルどこだっけいや空気いいね神社お参り行くロックチャーンセイフ盗難したみんなでお参り行くこの時間から牛蜜時全然まだだわスラッシュスラッシュクリックスドットツイッチドット TV スラッシュアンティこのクリップ何マジ怖い怖い貸切風呂24時間大丈夫ですで洗濯も昨日してないから今日やんないとまあ別にいっかなんかやっぱ最近ハイボールめっちゃハマっててハイボールめっちゃうまく感じるわおしホテルありましためっちゃいいじゃん写真撮ろうかなメカネキホテル看板かけてねなんだこの人足バカでかいじゃんみんな寝てんねうわしくった水買ってくんの忘れたねみんな大丈夫明日は仕事じゃないやばくないやばいのはタクゾさんですチムタセイズ仕事頭が寝なきゃこのまま寝たいザッツサンセイズなんか受けるいやこのまま寝たい、はあ、よいしょ伊藤さんウェルカムめちゃくカメラめちゃくちゃ傾いてんじゃんチムタセイズタッチに寝ますタッチ様ですちゃんと布団で寝てくださいますちむさん、ちむさんありがとうございます。本当に忙しい中来てもらって嬉しいです。ねえ、まだ木曜日なの？伊藤さん元気ですか？死んでしまうぞ、これストーブつかないと。電波なかったっすね温泉外に近かったのに全然なかった。日本海に行きたい理由の一つはカニを食べたい。透明なカニを食べたい。あと富山が好き。アルミサンセイズ飲用同じスワイナミでも水揚げの産地によってブランド化され名前が付けられています。
北海道で採れたズワイガニ、ズワイガニ石川県で採れた、あ、そう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 、それびっくりしましたよね。ね、びっくりしますよね。同じ、ズワイ、同じなのと思って。アルミ缶製図、日本海側でカニ、石川県が最近なしですね。あ、マジですか。石川もう一回行っていいなと思ってたから。石川県でもいいな。岐阜から石川に逃げれますかね。ちょっと見てみようか。石川県好きだから。移動距離やばそうだな。とりあえず現在地から下呂温泉見てみよう。5時間。やばすぎでしょ。なんか雪国だからよっぽどの大雪じゃなければ大丈夫そうなイメージありますよね。なんか行けそうな気もする。雷注意報出てんだけど。そう、北陸ってなんかあの雨とか雷やばいらしいですね、冬の。ツイッターで見たわ。雪じゃなくて雨と雷と風がやばいらしい。多分僕あの3秒で寝れる。めっちゃ鼻詰まってるわ。Guys, thank you for watching. Thank you for stopping by. この時間まで8人いるってすごくね。僕の中ではすごいわ。ありがとうございます。じゃあまた明日。おやすみ。